こんにちは、コクスケです。リュープリズム続きをやっていきます。前回はルー君のルー君のステージストーリーをクリアしたので、次はね、今回からはミントちゃんのステージをプレイしていきます。あー、やったんですけどね10分間ぐらい撮ったんですけども、声が入ってなくてね、撮り直しです。ということで、最初のこのストーリー、いや、操作できるところまでは初見じゃありません。はい、美味しそうな食べ物がいっぱい。ミントちゃんね、お姫様ですからね。おー、今夜の晩ご飯も豪勢ね。姫様、まだ支度ができておりませぬ。準備が整うまでお部屋でお待ちくだされ。だってさ、城中にいい匂いがするんだもん。我慢できる方がおかしいわ。はあ、見てるだけでよだれが出ちゃうわね。つまみ食いなどなさらぬように。ぽいっと。うまい。なんたる手の速さ。姫様、泳ぎが悪うございますぞ。固いこと言うんじゃないわよ。どうせ後で食べるんだから、今つまみ食いしたって同じ同じ。まあね、お待ちくだされ姫様。他のも食べちゃおっと。どれにしようかな。ということで、つまみ食いタイムです。で、ミントちゃんは、これはケーキ、かぼちゃ。私がかぼちゃが嫌いなのを知ってるくせに、シェフのやつ首ね。うん、かぼちゃが大嫌いみたいですね、どうやら。これね、フカヒレかな。これは珍味、いいおつまみになりそうね。いいな、食べたい。で、これ麻婆豆腐かな。中身は何かな。後のお楽しみにしとこう。はあ、うまい料理に囲まれて、はあ、幸せ。この世に生きる喜びってきっとこういうことなのね。ふう、それは国王陛下の座る椅子ですぞ。姫様の席はそこではございません。いいのいいの、今は親父の椅子だけど、いつか私のものになるんだしさ。確かに姫様はいずれ我が当天王国の女王となられるお方ですが。じゃあ私がこの椅子に座ってもいいじゃない。お姉様。はい、マヤ殿下。お兄ちゃんがいる。ドールマスター、どうしたのマヤ。ドールマスターなんか連れちゃってさ。ドールマスターね、かっこよかったね。どうしたもこうしたもありません。お姉様に大事なお話があります。お話？そんなことより先に食事よ、食事。なんと身勝手な。お姉様はご自分の立場を分かっていらっしゃるのですか。私の立場ですって？分かってるに決まってるでしょ。私はあんたの姉で、当天王国の第一王女。ゆくゆくはこの国を支配する女王になる超重要人物ね。わかりやすく説明してあげるわ。要するに、このミント様はあんたなんかより全然偉くて、美しくて、かっこいいってわけ。わかった？私は未来の女王様なのよ。それは昨日までの話ですわ。え？先ほど王国最高会議が開かれましてな、ミント殿下の王位継承権の無効が満場一致で決定されました。満場一致ってすごいですね。は？それってどういう意味かな。つまりミント殿下は女王になる資格を失ったということです。次期女王として即位されるのはミント殿下ではなく、マヤ殿下となります。お姉様は女王失格ということですわ。なぬ。どうしてよ。なんで私が女王失格なの。そんなのどこのドイツが決めたのよ。ですから王国最高会議です。満場一致ですからね。もちろん国王陛下も賛成されております。こりゃへこむよな、ミントちゃん。親父までそんなひどすぎるわ。何をおっしゃいます。魔法の勉強はサボってばかり。
夜更かし朝寝坊は日常茶飯事。国のお金で無駄遣い。嫌いな食べ物は残すくせに好きな食べ物は5人前。そんなわがまま勝手なお姉さまが我が歴史ある当店王国を統治できるとお思いですか？それはなるようにしかならないんじゃ。そのような投げやりな態度では当店王国は崩壊します。ミント殿下が女王となれば我が国は半年で潰れるでしょうな。確かにジーまでそんなこと言うの？納得していただけましたか？次の女王になるのはお姉さまではなくこの私です。これからはビシビシ厳しくやらせていただきます。よろしいですね？よろしいわけあるか。こうなったら力ずくでどうにかしてやるわ。まや、あんたなんか私の魔法でボコボコよ。女王の座は渡さないからね。あら、私と戦うおつもりですか？ブックオブコスモス、ゲゲ。それはブックオブコスモス。そう、我が国に伝わる栄誉無遺産、その名もブックオブコスモス。大賢人アタナシウスが作った最強の魔法にお姉様の自己流魔法が叶うはずもありませんわ。遺産の力を借りるなんてあんた卑怯よ。なんとでもおっしゃい。ほら、ブックにはこんなこともできますのよ。ボンギフ。何が起こったか分かんなかったんだけどね、1回目は。はい、これは、かぼちゃ。そう、お姉様が大嫌いなかぼちゃですわ。食事の時いつも残していましたね。ですが、今後そのようなわがままは一切許しません。お姉様がきちんとかぼちゃを食べるようになるまで朝昼夕食デザートはずっとかぼちゃ尽くしですわ。それだけは嫌。ほら、私たち姉妹じゃないね、ね。ダメです、やっておしまいなさい。追われるだけでもダメなんですね。まや、覚えてなさいよ。ということでね、私ね、多い継承権は、あ、そっか、おのれ。なんで私がこんな目に。私も遺産を持ってたらマヤなんかに負けないのに。こうなったらとことんまでやってやるわ。私も遺産を手に入れてマヤをボコボコにしてやる。マヤから王国を取り戻したら、その次は世界を征服してやるわ。ということでですね、私は王位継承権ミントちゃん自分からね、なんか堅苦しいのは嫌っていう感じで自分からやめてもらったのかと思ってたんだけど、どうやら人にやめろって言われたみたいですね。ふぅ、家出してからもう2年か。遺産なんてすぐに見つかると思ったけど甘かったわね。でも私は負けないわよ。何が何でも遺産を手に入れて夢はでっかく世界征服。ふっふっふっ、見てなさいよ、マヤ。うひょ、あのブラッドの兄貴、あの女変っすよ。関わり合いになるなよ、スモーキー。俺たちにはやるべきことがあるからな。さすが兄貴っす。財布の中身は空っぽでも野望は大きいっす。余計なお世話だぜ、スモーキー。よし、船がカローラの町に着いたら早速仕事だ。なるべく弱そうなやつを脅して晩飯の金をいただくぜ。うひょー、マジで？おー、マジでマジで。やっぱり兄貴は極悪っす。今まで芋ばかり食ってたが久々に肉を食えるぜ。うひょ、兄貴なんか変なもんが近づいてくるっすよ。あん？なんだあの赤いのは。これ多分ロットさんの船ですよね。やばいっす、こっちに来るっすよ。
本当に世界を征服したら最初は何をしようかな。とりあえずマヤのやつにはトイレ掃除でもさせようと。それとも、いや、で、なんとミントちゃん落ちてたんですね。気づかなかった。ルー君編の時はロッドさん荒いな。死ぬかと思った。あんたは運がいい。俺の船が通らなかったら今頃魚の餌だぞ。ありがとう。俺はデイビス。この船着き場の管理人だ。船から落ちた人を助けるのも仕事のうちさ。そんなドジな乗客は滅多にいないがね。何はとのまれ無事でよかった。ドジっていうか、これはね、これはロッドさんのせいだよ。これから注意するわ。もう一つ気をつけた方がいいことがある。最近この町にはよそ者が増えた。中には物騒な奴がいるかもしれん。用心しな。大丈夫、変な奴が出てきたら私の魔法でボコボコにしてやるわ。威勢がいい姉さんだ。元気でな。じゃねー。よそ者が増えてるのか。私と同じように遺産を探しに来たのかもしれないわね。先を越されないように急がなきゃ。おう、ドキドキ。ブラートの兄貴を邪魔したお前が悪いっす。うひょひょ。こら、スモーキー、ちんたらしてる暇はねえぞ。うひょ、すんません。さっさと森に行くぜ。今夜の晩飯のためにな。それでね、エレナちゃんが捕まっちゃったっていうことだったんですね。ぐぐぐぐ。このミント様を突き飛ばすとあの兄弟いい度胸ね。次会ったら地獄巡りをさせてやるわ。ってことで、ここから動けるようになりますね。え、全然ね、違う見え方がして楽しいですよね。で、この曲がね、いいですよね。やっぱりミントちゃんのテーマソングっていう感じなのかな、この曲はね。この曲好きなんだよな。てか音楽全体的にいいからね、このゲーム。カローナの街へようこそと船で来た客を迎えるのが俺の仕事だ。次の船が来るまで俺の仕事はなしだ。酒場にでも行くとするか。はーい、また後で会えるといいね。酒場もちょっと行くと思うから。いやー、同じ場面でもね、全然見え方が違うのが楽しくってね。ねえ、アイテムは、あ、ブロンズコインも10個。そんなに持ってないのか。ルー君のを引き継いでっていうことはないみたいですね。そう、ここまでプレイして終わりました。へえ、ここがカローナの街か。牧歌的というか、のどかというか、はっきり言って田舎ね。さっきのゴロツキどもは森に行くって言ってたわね。すぐ追っかけたら追いつけるかな。もう行ってみようかね。早速、今お伏せはできませんけどね、ちょっとお邪魔します。はじめまして、父なる神の教会へようこそ。私はドイルと申します。ですが、一人一人の名前など神の前では何の意味もありません。名前とは人と人を区別するためのもの。しかし神の前では人は平等なのです。神に祈りに来られたのですね。良い心がけです。はい、祈ります。しつけなお願いですが、この教会にいくらか寄付していただけませんか。ごめん、今は無理なんだ。何も言われないんだね。ちょっと申し訳ない気持ちになるな。あ、まあ寄付ってのはね、自分の意思でやるものですからね。さっき柄の悪い人たちとぶつかっていきなり殴られたんだ。え、それはひどい。あんな人のことをゴロツキって言うんだろうね。いきなり殴られた。気をつけた方がいいよ。面白い服だね。どこの国から来たの？え、僕の名前はマルコだよ。エレナもいないみたいだし。エレナちゃんね、捕まってるもんね。この町には掘り出し物があると聞いてきたんだけど、どこに行けばいいのやら、さっぱりわからないな。僕はニール。旅をしながら珍しい品物を探しているんだ。何か面白い品物を見つけたら教えてくれないかな。
ぱり自分の足で探すしかないかな。探してきたらいろいろ見つかると思うよ。私、マーカムと申します。この町には仕事の都合で立ち寄ったんですよ。私の商売ですか？しがない旅商人でございますよ。なかなか居心地の良い町ですな。しばらく滞在するのも悪くない。良い取引の話があったらどうぞ声をかけてください。うん、この辺は多分ね、かや変わりませんね。面白い服だねっていうのがちょっと違う感じかな。宿泊は無理です。うん、じゃあなんかこういう町の人の会話は今回は読まずに行こうかな。酒場とかには行くんだけどね、一応。コイン落ちてないかな。で、今までは、マリンちゃんが可愛いの、おばあさんの若い頃に、あ、そう聞いたかな、ホッブスね。三つの店を開いてる。ね、そうだったね。はーい。はい、アリーネちゃん。ゆっくりしていってね。うん、この街初めて。うん、忘れないのよ。ようこそ。あ、ショワ買ったからミルク。はーい。なんかイベントあるのかな。はい、ご注文のミルクね。あ、あったな、そういえばこういうの。私はアリーネっていうの。これからもたまには遊びに来てね。はーい、ありがとう。どのくらいかな。料理の達人なのよ、食べてみたいね。あ、料理苦手なんだ、アリーネちゃん。伝説の宝を探しに来たの。やめた方がいいわよ、あんなのきっとおとぎ話よ。はぁ、アリーネちゃんコツコツ働いていくタイプだね。あ、今は店長さんに話し、マスターに話しかけられないのか。じゃあ、出て行こう。で、おじいちゃんのお店は今開いてないから。お、お水が出てるね。あー、ルー君のね、この始まりの時はね、全然街の形が分かんなかったけどね。あ、ここって開いてるっけ。こんにちは、すみません、お客さん。まだまだ準備中。はい、OK です。で、戦いもね、いろいろ変わってくると思います。ミントちゃんとルー君ではね。ちょっとあんた聞いておくれよ。エレナが森に行っちまったんだよ。エレナっていうのは、うちのお隣にあるお店の娘さんなんだけどね。あの子の両親は森の遺跡を調べに行って、もう5日も帰ってこないんだ。エルナは体操を心配して森へ探しに行っちまったんだ。一人でだよ。私は森にはモンスターがいるって必死に止めたんだけどね。そこの家には誰もいないよ。さっきまでエルナが店番してたけどね。だけどあの子は森に行っちまったんだ。一家揃って無事に帰ってきておくれよ。大丈夫だよ。こうなったら神様にお祈りするし、よりどうしようもないよ。うん、大丈夫だよ。ルー君が助けてくれるから。あ、そっか、今開いてないのか。で、エレナちゃんのお店って何やってるんだろうね。今日はお休みでーす。ね、お店、お店なんだね。ドットさんいるかな？まだかな？あ、いた！あ、違った。クラームスだったっけ？この町の住人じゃないの？旅人の目をして、あ、グラムスじゃない、グレアムさんだ。そうだったね、最初はここにいたんだね、グレアムさん。うん、はーい、ありがとう。はーい、アドバイスありがとうね。またロットさんはこの中っていうか、ちょっと歩き回ってる感じかな。よし、セーブできないから森に行っちゃいましょう、早速ね。ミントちゃんかわいいな。この髪の毛の動きが好きなんだよね、ミントちゃんの。よし、行きましょうか。なんで、こういう、はい、こういうステージはね、あ、下四角ボタンで攻撃、攻撃すると MP が溜まります。でもミントちゃんは攻撃は魔法なんですよね。ルー君はモンスターに変身できたけど、ミントちゃんはその能力を持ってないので、
ミトちゃん、魔法で進んでいきます。遠くの敵には魔法で攻撃できます。魔法は色と効果の組み合わせで決まります。丸ボタンを押したまま方向キーの左右で色、上下で効果を選択します。へえ。組み合わせた魔法は三角ボタンで使用できます。へえ。あ、これで連射弾、水玉、効果はこうやって決めると。まだ決まってないけど、連射弾、五方向弾、連射弾、たま、あーなるほど。勝手にそっちの方向を見てくれるんだね。これはやりやすい。でもここ通れるの？とドロップで水玉広がる刃。ワイドとノーマルがあるんだね。あ、足が遅くなるだけか。ここはブロンズコインを3枚ゲット。ブロンズ、あー、うん、オッケーです。うん、なんかね、基本的に同じステージを冒険することになると思うのでね、パパパッとクリアしていきましょう。おはよう。こういう子は普通に魔法で攻撃した方がいいんだろうな。よし。で、魔法は必ずちょっと貯める必要があるんだね。なんかこう、弾が多いからドロップはダメだな。これだな。お、あ、倒しちゃった。よし。うん、こっちから行ってもいいもんね。おーい。あ、おい。結局殴っていっちゃう。あいしょ、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 おし、あいしょ。あ、違う、三角で攻撃。あっちあっち、うん、あっちあっち。あ、なんでそっち。結構、あ、近い敵から当てていく感じかな、多分。あ、ここでイベントだっけ。あ、ですね。うひょー、なんだなんだ、話してください。そんなに暴れるなよ、お嬢ちゃん。俺たちは別にあんたを取って食おうと思ってるわけじゃねえんだ。ただちょいとばかり貧乏でな、助けてもらいてえのさ。今夜の晩飯代もねえし、うひょひょ。あいつらさっきの、さっきの恨み早速晴らしてやるわ。そういうわけでだ、恵まれねえ俺たちに寄付してくれねえか。あ、兄貴、兄貴、あれ、あれ、なんでスモーキー、おかしな声出しやがって。なんか変なものでも。あ、あれ、ミントちゃん、ミントちゃんもこんなことしてたのか。んぎゃー。あ、兄貴、しっかりするっす。てめえ、いきなり何しやがるんで。知るか？暴力反対。何が暴力反対よ。か弱い乙女を突き飛ばして泥まみれにしたくせにさ。この恨みは10倍にして返してやるから覚悟しなさい。けっ、勝手なことを言いやがって。こちとらてめえみたいな小娘と喧嘩してるほど暇じゃねえんだ。スモキ、娘を捕まえな。人質にするぜ。兄貴。どうした、スモーキー。逃げられたっす。あら、人質がどうしたのかしら。あー、うるせえうるせえ。こうなったらバトルするだけだ。行くぞ、スモーキー。うひょー。じゃあ、同じストーリーを別視点で見るっていうわけじゃないんだね。あ、だ、よいしょ、攻撃もう終わり。グオ、こいつやるな。ちくしょう、今日のところはつらかるぜ。兄貴、うひょひょーに決まってくれっす。ストーリーちょいと変わってるところもあるんですね。ざっとこんなもんね。あー、すっきりした。
けてくれてありがとうございました。エレナちゃん、ああ、いいのよいいのよ、別にあんたを助けようとしたわけじゃないからさ。でもお姉さんのおかげで助かったわけだし、よかったらお名前を教えてもらえますか？私の名前はミント。堅苦しいの嫌いだから適当に呼んでいいよ。可愛くてかっこいいミント様とか、バラのように美しいミント様ってね。めんどくさかったらミント様だけでも気にしないから。はい、ミントさん。人の話を聞いてないわね。様はついてないね。じゃあ私も自己紹介しますね。はじめましてミントさん。私、ちょっと待って、あんたもしかしてエレナって名前じゃない？なんでわかったんですか？街で話を聞いたのよ。親を探して森に出かけた女の子がいるってさ。なるほど、それでわかったんですね。てっきりミントさんの超能力かと思ってびっくりしました。この子天然ね。ですね。そうなんですよミントさん。言ってる自分でそうなんですよって。お父さんたちは森のどこかにいるはずなのに、もう5日も帰ってこないんです。それで私心配になって。ああ、そうです、こんなことしてる暇ないんです。早くお父さんとお母さんを探さないと。ミントさん、助けてくれてありがとうございました。ストップ。なんだ？もう一つ質問なんだけどさ、あんたの親はどうしてこんな森に？うちのお父さんって遺跡を調べるのが趣味なんです。よくわかんないけど遺産って宝物を探してるみたいですよ。遺産？それ本当？はい。ナイスチャンス。要するにこの子の親を見つけたら遺産の情報をバッチリゲットできるわ。エレナ、私感動したわ。え？自分の身を危険にさらしてまで両親を助けようとする愛。あんたの美しい気持ちを私も応援したくなったわ。一緒にご両親を探そう。ありがとうございます。それじゃあ行きましょう。ミントさん、ついてきてください。はーい。ふんっていう顔しましたね、最後にね。多分こっちだと思います。遅れないようについてきてくださいね。はい、ではちょっと時間もちょうどいいので一旦ここで切りたいと思います。ミントちゃん編ね、楽しんでいきましょう。ご視聴ありがとうございました。